Okay. しかし、あ、はい、そうちゃんです。今日はですね、EV3 と EV3 の Bluetooth 接続ちょっとやっていきたいなと思います。接続の方法と、まあ、簡単な、まあ、ラジコンプログラミングかな、チャレンジしてみたいなと思います。いくぞ。はい、ではですね、EV3 の Bluetooth 接続実際にやってみたいと思います。まずこちら、車受信側ですね、画面の一番ここですね、右側4つ目、ここの3つ目に Bluetooth っていうのがあるので Bluetooth 接続ボタンを押します。で、ビジビリティ見えてるかどうかと Bluetooth チェック確認します。できてたらこっちもチェックしていきます。一番右の Bluetooth ビジビリティと Bluetooth OK ですね。そしたら、こっちは閉じといて、こっち側接続いきます。コネクションズの中で、つなぎたい EV3 探します。こっちの EV3 の名前は EV3-3 ですね。で、EV3-3探すんですけど、今ないのでサーチをします。あ、3-3あった。そしたらこれをポチで、コネクトで、コネクト完了っていう風になります。で、こっち見てみますか。こっちの EV3 はここ 3-2番とチェックマークが入っているのが分かります。これで EV3 のチェック接続は完了になります。書いていきたいと思います。なかなかつかないですね。青いところからいきます。メッセージング出してください。メッセージング出した後に、これ送信側なので送信側の数値にしていきます。で、その後メッセージのタイトルですね、今回1とかにしておきます。で、次受信インテリジェントブロックの名前です。今回はこれをラジコンのコントローラーにして、こっちをそのラジコンで動く車にしたいと思ってます。なので EV3 の2を入れていきます。ほい、ここをじゃあ EV3 の2よいしょ。で、どんなプログラムにするかっていうと、ここのボタンを押して、前進んだりとか右行ったりとか左行ったりとかバックしたりとか手離したら止まるみたいなのを操作できるようにしたいと思います。よいしょ、ループに入れます。で、インテリジェントブロックのセンサー取り出して、これをメッセージの送るメッセージにします。でですね、これ今送るプログラミングなんですけど、名前を送るとかにしておきましょう。今度は受け取り側のプログラム作っていきます。名前今のうちに受け取るにしておきます。で、受け取り側もですね、ループ、まあ、ずっと送られるのを待ってるわけですね。ループつけて、メッセージつけていきます。メッセージまた、今度はこれ、受信側ですね、受信の数値に変えます。で、数値の結果次第で、よいしょ、スイッチですね、分岐する形にするので、これを、数値にして変えます。で、中身はどうやって判断するかっていうと、この待機ブロック出して、待機ブロックの中の、ここはインテリジェントブロックのボタンのところに行って、押すと分かりやすいんですけど、ほら012345の番号が振られてるのが分かりますね。左が12345っていう感じになってるみたいなので、これで振ってきます。なので1が左ですね。左をオンのこうかな、こんな感じなのと、真ん中は2は飛ばして3、3は
今度は左の右回りなのでオンでこうかな、よいしょ。で通知作ってた時ここをタスマークを押すと次の他の分岐も作れます。タスを押していきます。1,2,3,4 全身ですね。全身作っていきます。全身で次5は1,2,1,2,3,4,5 でバックですね。5はよいしょ、バックなのでオンでマイナス50で、あとは何もなしのところでチェックマーク押しておきます。でここはモーターをオフ、これでチェックマークをして一番下のものにはブレーキが入りました。よし、じゃあこれで送ると受け取るプログラミングすごく簡単なんですけど、一応できたの、あ、危ない危ない、受け取る、送るで1番にしたのでこっちも1番にしていきましょう。こう1番、よいしょ、ほい。じゃあこれで入れていきたいと思います。ではそれぞれにダウンロードします。よいしょ、こっちもダウンロードします。よいしょ、そしたら動かしていきます。よいしょ、そしたらですね、こっちの EV3 は、新しいプロジェクトの送るを押していきます。送る押しました。でこっちはよいしょ、プロジェクトの受け取るにしておきます。よいしょ、では押してみます。ほい、お、来た、見えますか。押すと、左とか押すと、あ、左に曲がりますね。こんな感じでラジコンみたいなの作れちゃいます。せっかくなのでちょっとだけ改造していきます。送る側がもう1から5まで全部使ってしまっ、0から5まで使ってしまっているので、バックを1回なくしてバックの代わりに M モーターをつけていきます。 M モーター、M モーターの5番が押された、後ろボタンが押されたら1回転とかしたら困るので角度にしましょうか。角度にして30度動かして、もう角度にして30度動かすと。で90度ぐらいにしようか。刺さってる場所は A にしておきます。よいしょ、ではこれで動かしていきます。うわお、見ました。これちょっと掃除ロボにもできそうな、ちょっと見てみてください。いきますよ。
もうちょっと改造していきましょうか。せっかくならブロックを集めれるようにしましょう。ででーん、こんな感じでちょっとちりとりみたいなやつ見せてみました。これで動かしたら結構集めれそうです。はい、ではちょっと動かしてみましょう。いきます、いくぜ。ででででで で、お、OK。しかし諦めません。OK、来たー。全部集めました。 M モーター意味なかったけど集められました。イエーイ。